どうも。なんか久しぶりになっちゃった配信。こんばんは。大地さんありがとう。シュークリームありがとうございます。こんばんは。やっほー。やっほーほほほー。久しぶりになりました。髪染めた初ですね。でもなんか配信だと暗く見えるんですけど。海ぶどうさんハートありがとう。久しぶりな気がしますよね。私も思った。しおりんさんありがとう。もむら会わないうちにすっかり秋に。本当にみんなと会ってなさすぎてやばい。本当に早く会いたいですね。あさって会えますね。早い方はパジャマじゃないんですけどレッスン着ぐらいだけど。やっほー。今日は初めてみんなにゲストを見せようかなって思うんですけど微妙なタイミングなんですけどこんばんは。やっほーやほほいほい。ルーム入ってマイクロ病もかからず癒された。そう、最近私母と住み始めたんですけど、なんかもう最初からでも住もうとは言ってたんですけど、最近住み始めたんですけど、その母とも共にね、このちょっとボーイも一緒にね住み始めまして、じゃーん、バカちゃんバカちゃんバカちゃん、くちゃくちゃしてますけど、ご飯食べちゃう後だからね。カメラ見てくれないかな、一緒になんか横顔みたいなの見てくれる。やっほー、ワンちゃんも住み始めました。いや、そう、前のペットを知ってくれている方、歴代のモカとかモモとかクッキーとかね、知ってくれている方いると思うんですけど、また新たな家族になりまして、いや、田中家は歴代ダックスをずっと飼ってたんですけど、この子もダックスです。全然見ないけどじゃん、カメラがね、あそこにあるんよ。やっほー、肉球だお。そう、来たんです。ごめんねごめんね、なんか足がね、ハクと言いますまあご覧の通りちょっと白い色、ちょっと黄色だけど白い色なのでハクです。白ではなく、やっぱちょっとかっこよくしよっかみたいな感じでハクと言います。男の子です、よろしくお願いします。いつかなんか配信で出そっかなと思ったんですけど、今ママが出かけてて私一人だったから、ハクと二人きりだから、じゃあ出演してもらおうかなと思って、いつもママとハクが遊んでるんですけど、ハク千と千尋にいるよね。ハク様ね、ハク様だよ。なんでそんな落ち込んだの、ハクねえ、ハクちゃんハクちゃん、ほら白いっしょ、ここら辺とかはね、なんか毛が伸びてないとこ白い、あとお腹とか白い。そう、ダックス、ちなみにカニンヘンダックスじゃない、ミニチュアダックスなんだけど、ミニチュアダックスの中でカニンヘンぐらいちょっとちっちゃめな子ですなんか寝よらん君みたいな。ハクと申します。前皆さんの前には出ていた時はまだね、まだ出会ってなかったんですけど、ちょうど STU を卒業するぐらいの頃に出会えまして、ハク様とね。そう、でも卒業する頃だから出す暇もなく終わったんですけど、もう全部めっちゃ寝るやん、このね、抱っこしたらこの私の肩に顎を置いてね寝るのが好きでね。そう、かわちいだろう。初めて出せました初めてゲストが。おにぎりもらえますか、どういうこと白様ね、塩結びね、食べられると思うよ多分ゲストです、ゲストだワンって書いておこう。ワンワン、まだまだ赤ちゃんに見えます。でも実は2歳なんです。もうまあ2歳ってまだまだですけど、人生長いのでね。けどね、2歳だもんね。見ちゃいです、おとなしい。そう、おとなしいですね。ただなんか大好きなお菓子とかあげた時は
それを取ろうとっていうか別に近づいただけでぐるるるるって言ってくるお前おかしとんなよってやってきます矢島さんありがとう、花子さんありがとう、じゃん、なんでそんな寝とるん飼い主に寝る、やばい。そうね、食べ物はちょっと厳しいからね。しかもだってだから美味しくない、なんか自分が好きじゃなかった餌食べないです、この子。何でもかんでも食べるんじゃないらしい。なんか寝よらん、マジ寝よるよねあんたおいおい、なんかね寝てんだけど待って飼い主に似ちゃって本当に。だからね、なんかドッグフード、なんかそうドッグフードもう 4,5 回ぐらい変えてて、そう、それでめっちゃそう、あの気に食わないやつマジで朝あげたのに次の日の朝まで残ってるみたいなことがあって、そう、このお菓子は食べるのにとか合間にね、なのにそうなったりして、今最近変えたドッグフードはめっちゃ食べてくれててですけど、やっぱ肉が好きみたいで、そのドッグフードはなんかささみとか入ってるドッグフードだからね、選んでますね彼はそう、料理は何でも食べる。いやでも美味しくないものは黙って食べないですね。その出されたものは食べるけど、自分でねちょっと選んで、あれこれ違うなっていうやつは食べないね私も。あんねんさ、あなた寝てるよね、あなた寝てるよね、あったかい、犬ってあったかいからちょっと熱くなってきたんですけど、あくびしてるわあくびしてるわ。自由ですね、こんなところも可愛いでちゅね実は出会ったのは広島のペットショップなんですよ。なんですけど、あのまだ私が活動残ってたの で広島のお家はペットを飼えなくって、だからその私が本当卒業する間際ぐらいに、そう、あのお家に迎えることになりましてね。最初の頃はあの福岡の家にいたから、この子は私結構最初の 1,2 ヶ月ぐらいあんまり会えてなかったんですけど、でも生まれは広島じゃなかったみたい、なんかその広島にいたけど、そう何県なんだっけ出身、三重とかだ、滋賀とかだったっけ、どこだったっけ寝てます寝ておりますが、白様です、もう眠いらしい、ほらもうえみたいな、もうおーおーもう寝るやんみたいな、ほらちょっと見せよう、こんぐらい寝るやんけかわいい、マジね。やっぱね、田中家はダックスを買っちゃうね、ダックスばかりですね、かわいいですね。あ、ちょっと見るんじゃない、あ、ちょっと、でもそうなんですよ、奇跡の出会いなんですよ。 ST 入ってなかったら出会えないし、その時期だからこそお迎えできた、そうなんですよね。広島のお家じゃ買えなかったからね、吐く場所変わってほしいぎゅ、吐く毎日一緒に寝てるんでね、ねえ結構吐くは私冷たいですけどね、ツンデレですけどね。甘える時とか、あと雷とか鳴った時とか、なんかあのバイクのブーンみたいな音とか怖いらしく、その時はめっちゃ、あ、守って守ってって近づいてきます。そんな可愛いやつです。デサイザートさんありがとう、ゲストワンワンワンです。可愛いっしょ、やっぱねこやつ可愛いんですよ。ちょっと待ってね、目覚ましを鳴らしとこう。そこは東京、あ、そうです、 in 東京でございます。 in 東京大きな音に弱いらしい、そうそうそう、めっちゃ雷はめちゃくちゃ怖がってますね。前あのすごいなんか台風の時期とかめっちゃもうビビりまくって、めちゃくちゃバタバタバタってジタバタジタバタしてました。ハク暑くない、うち暑いで私持ってると暑いんだけど、ちょっと怖
怖がりさんですね。花火大会確かに連れていけないね。花火大会今年一回も行けなかったけど。ちょっと暑くない君。今はちょっと結構可愛い感じですよ。はい、え、可愛い。あ、ごめん、うるさいね。あ、可愛い。もう可愛いって感じ。ね。吐く。前見て。あ、こっち見て。お。可愛い。なんだこの可愛さみたいなね感じですよね。可愛いタイムでした。吐くに教えん。あ、仕方ないよね、こんな可愛かったらね。そりゃそうだわな。うん、許してやるよそんなね。吐く。ほらほら、今正面向いてた。あ、あ、かわいい、あ、かわいい。あ、うるさい。うるさいって。なんかたまに私がなんかボイトレの練習とかでイーとかなんか高い声とか出してたら、なんか肩、なんか頭かしげる。あくん、わ、あく、あく、かわいいの。あく、うわー、うるさいんだって。黙れってやってくるわ。あの、ハクさん、あの、ここ見て。あ、あ、お、じゃん。あ、あ、あ、なんか可愛かったみたいとか。じゃん。え、いいんじゃない？ちょっとハクが漏れてないかも。あー、ハクちゃん。なんでそんな下にうつむいとん？あなたは。なんでそんなうつむいとん？にょーん。うちゃぎ。あのね、ハクはでも横顔がイケメンなんですよ。このシュッとしたね、嫌がってます。ハクを見たいって理由ができたので助かります。ジョン、かわいい。あー、かわいい。やばくない？かわくない？うん、まずる。長めでか、まずる。かわいい。かわいいんだこいつな。かわいすぎ。おお、かわいすぎんだわ本当に。でもさ、白すぎてさ、たまにさ、たまに私がこんなことしてさ、リップここに前ついてごめんって思ってリップつけてしまったことある。ちょっと白すぎて。マジかわいいよね。やばいよね、結構ガチめに。よろしくお願いします。今私の膝に乗ってますので、仲良くしてあげてください。たまに出演しますし、なんか配信の後ろの方でカチャカチャカチャって足音が聞こえるかもしれないですね。浮気してきたみたい。確かにここに口紅ついてたらね、浮気してきたみたい。お、いいじゃん。あのさ、右前の方向いて見てよ君。こっちの方見てみてよ。お、いいじゃん。あ、ごめん、うるさいの。あ、こ、いや、そうやな、いややな、写真な。わえ、かわいい。肉球。かわいい。くん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 、すりすりすりね、かわいいもんね。マジ可愛いよね。やばいね。ごめん、なんかキモモードに入っててごめんね。もうだるいわこの飼い主って思ってます、この顔。そういうとこも好きよ私ね。ツンデレも好きよ。いいね、可愛いね。おとなしいね。確かにインディよりミホが騒いでる。確かに。わわわわん、え、たまにね、首かしげるの可愛いからやってほしいんだけど、やらないもん今日。ねえ、ハク、ハク、行く、ハク、どこか行くとか言ったら、ほら、なんか、え、どこ、どこ見てで、あれ分かったもんね。ハク、食べる？ご飯食べたね、もうさっきね。ハク、行く、どうする、どうする、ハク好きなん。
なんかね、そう話しかけたらね、ちょっと応答する若干。何がみたいな顔してくる。かわいい。ああ、かわいいね。君って本当に。ハク。ハクちゃん、最高。かわいいだけじゃダメですかってハクの手でやったらかわいいよ。かわいいだけじゃダメですか。うわあ。ハク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 。ハク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 。ごめんね。ごめんね、ほんと。うるさくてね、ごめんね。って感じです。現場からは以上です。ゲストさんです。ありがとうございますね、ほんと。うるさいよね。飼い主ね。かわいいよね。ほんとにね。夏は暑くて全然お散歩とかできてないから。なんか最近はちょっと涼しくなったから、この前とかは夜にちょっとお散歩しに行ってみたりとかしたんですけど、お散歩好きそうなの仲間って感じ。どういうことお散歩好きなんだ。へえ。ハクお散歩好きやね。ハクもね、なんか知らない道もめっちゃ俺知ってるぜこの道みたいな感じで結構胸張って前の方で歩くタイプですね。ハクね、全然ね、知らない東京の街とか歩いてもね、ね、そうなんです。この前とかも、なんかあの、そう、皇居欄とかあるじゃないですか。それに憧れて、ちょっと皇居の近くのとこにわざわざ行って、そう、行ったんですよ。皇居って東京駅から近いですね。もう全然分かってなかったんですけど、あの配置を。そう、皇居の近くのとこを歩いてみたりとか。ね、ハクしたりね、しました。江戸城、え、どこにあるの、ちょっと調べるわ。都会人っぽい、本当よ。でも散歩しながら、うわビル高いねここら辺もとか言いながら歩いてそうなの。皇居ランはできないから皇居ウォーキングにしておいた。まあそのぐらいかな、大きな散歩。全然散歩してない。まあ、ダックス元からなんか、うちの犬なんかゆったりしてるから家でとかで。あとハクは田中家のワンちゃん、今までのワンちゃんはおもちゃで全然遊ばなかったんですけど、ハクめっちゃおもちゃで遊ぶんですよ。人形とか見したら、うんとか見したら、クククク興味あるって感じなんですよ。そうそう、だからね、それも楽しいです。遊んでくれるから。このねつけたりね。ウサギ。ハコちゃん、かわいい。かわいい子ちゃんなのね。そうなの、かわいいんです。あ、ちなみに、はい、またディズニー行ってしまいました。ディズニーシーの新エリアに行っちゃいました。今日画像載せたんですけど、ちょん。でもね、写真いっぱい撮ったから載せるね。ハコちゃん、かわいいだけじゃダメですか。ダメじゃないよ。かわいいよ、ハクって感じで。ぴょん。撫でたい頭、へへへ。見て、マジかわいい。何したってかわいい。あ、キュンって言った。なんか、ごめんごめんごめん。相変わらず、ふっかり、ほんとに。でも、ファンタジースプリングスはいつか行きたいなって思ってて、ちょっとオフの日に、あ、この日頑張れば早起きできそうだなと思って、そう早起きして、で、そうそう、ちょうどお姉ちゃんが来てるので、お姉ちゃんとお母さんと、そう、ディズニー行ってきました。でもなんか、あの、ゆったりディズニーしてきました。なんか、まあ、その朝早く起きるのは頑張ったんですけど、ラプンツェルとソアリンと、あともう一個だけ乗って、あとはゆっくりなんかちょっとお散歩とか写真とか撮りながら景色楽しんでとか感じで。そうし、ディズニーシーの新エリア、ファンタジースプリングスに行ったんです。でも、あの、パーク、ディズニーシーに8時過ぎぐらいに着いたけど入れたよ、ファンタジースプリングス。だから結構、まあ前よりはその混雑が緩和されたのかな。食も、あ、でもその日なんか言うてあんまり、そんな、なんかあんまお腹空かなくて、ちょっとだけ食べました。みんなでカレーとチュロス
ともう一回デザートくらいどうなんだろう、わかんないんだけど、これがどんぐらいに食べてるのかかな、うん、ね、写真いっぱい撮ってくれたお姉ちゃんもうめっちゃ写真撮ってくれるんですけど、お母さんも撮ってくれるんだけど、いつも姉ちゃんもね、そういい感じの写真いっぱい撮ってくれたんで載せます。見てない方 X 見てね。このステラルー、ステラルーというウサギになりきって、本当はカチューシャ前使ったミニーちゃんで行こうって言ったんだけど、 C に行ったらやっぱちょっとこの子たちが可愛すぎてお姉ちゃんとやってしまった。お姉ちゃんあの猫の名前なんだっけ猫のね、そうキャラクターで、私ウサギでみたいな感じでやってきました。お姉さん写真撮るのうまかった記憶、おうまいです。今朝の写真もお姉ちゃんですね。そういっぱい撮ってくれた。めっちゃね、でも世界観すごくて、本当に新エリアのとこ、ディズニー自体がもう元からも全部すごいんだけど、新エリアさらにすごくて、めっちゃもういるだけで幸せだった。なんかアトラクションにそんなに乗らなくても、なんかそこにいるだけで本当にめっちゃ楽しかった。なんかうわー感じ、ラプンツェル乗ってめっちゃ感動した、涙ここまで来たけど、結構あの体感時間が短くて涙ここまで来たけど、あ終わっちゃったみたいな、そうってなくなった。とはソアリン乗ったことなくて、ソアリンっていうやつがあるんですけど、なんか世界を旅するみたいなアトラクションなんですけど、自分が飛んでるみたいな気持ちになれて、初めてめっちゃ感動して、もう拍手湧き上がった、湧き起こったすごかった、みんな拍手喝采って感じだった、なんかマジすごかったなんかあのその感動する系を今回楽しんだ。行きた？行きたいでしょ、行こう私もなんかもうハマりすぎてる。4人でディズニー行ってからめっちゃディズニー欲がすごい上がって、めっちゃ行っちゃう。しかもこの前もそこまで人が多くなくて、しかもめっちゃ涼しくて過ごしやすいよ今の時期のディズニー。なんか上着とかはいらんぐらいの、なんかちょうどいいぐらいの、そう感じで知り合いの27歳ボディービル男子にもファンタジースプリングス楽しみすぎておすすめされました。マジおすすめだよ。でもアナと雪の女王は人気すぎるっていうの噂は聞いてたから、もう乗れないんだろうなと思ってたんだけど、あのまだ私たちが入園する前の、まだ門にも入ってない、並んでる、まだ開園時間、なんかテーマパーク、パークが開く時間じゃないぐらいの時に、もうアナと雪の女王、なんか先に多分入れる人たちがいっぱいいるのかな、わかんないんだけど、なんかどういう仕組みなのかわからんけど、アナと雪の女王もう今日の分終了しましたみたいな、今日入れる人の分終了しましたってアナウンサーって、私まだパークに入ってないのに、からえみたいな気持ち違いみたいな思うんだけど、そうアナ雪は人気すぎて、なんか私の知り合いとかも早朝マジ多分5時とか4時とかそんぐらいの早朝じゃないともう行けないみたいな、アナ雪は。だから私はまだちょっと撮っとい、いつか行けるかなぐらいの気持ちで撮っといく。さすがにそこまでの早起きできないからそうディズニー、うん、みんな一緒行こっかじゃあ集合ねって、ディズニーで、ディズニー集合、ディズニー解散しようみんな。マジ楽しかった、本当に最高でした。ソアリンやばかったです。ソアリン絶対乗った方がいいと思う。もうね、でもやっぱランドも好きだし、シーも好きだし、素敵でした。今ハロウィン期間なんですけど、もうハロウィン期間はもうさ今月終わりじゃん、その後はクリスマスが待ってますよ。やばいね、クリスマスもね行かなきゃね川又のアナならミホリンのすぐ会えるけど、夢の国のアナに会うのはそーん。でもね、結構ハロウィンの仮装でアナとエルサのペアとかが結構いたりとか、すごいみんな仮装すごかったです。めっちゃ本格、なんかキャストさんと間違えそうなぐらいリアルな仮装の方多くて、すごいなんか本当いるだけで、みんなを見るだけでワクワクした楽しかった、めっちゃ最高でしたよ。喋りすぎハクどこ行った？一人でソファーでくつろいでるよね絶対君。
やっぱ可愛いな、みほもち。いひひ。いひひのひ。ありがとね。そうって感じだね。明日も載せよう写真って思ってます。載せようってもう決めてる。ルンルンルン。ルンルルルン。今日もね、載せたからね、みんな。まあ、なんかライト怖いね。あ、そういえば私スマホ16になりました。イエーイ、プロ初めて。でもさ、なんか13、私13持ってたんですけど iPhone、 なんか16プロ同じサイズじゃねって思うぐらいな感じだった。初めてカメラ3つ、レンズ3つ。嬉しい。ブログにも書いたんですけど、写真撮ること好きなのでいい画質になってより一層嬉しいです。ケースもいいし、ちょっと変えました、可愛らしい感じ。最新のやつをゲットしました。嬉しいです。でも iPhone13 だったから結構我慢してたよね。 iPhone13 の時は広島で買った思いがある。めっちゃちゃんとね、自分の自分の自分で買ったんです。そう、だから思い出の iPhone13 だったんですけど、結構なんかバグる、なんか画面がつかないとかになることとかあったり、なんか LINE が見れないとかがめっちゃ起こるようになって、スマホ変えたいなーってずっと思ってて、最近16に変えちゃった。やっぱね、カメラがすごいよ、いいよ。もうね、白の写真めっちゃ撮ってる。白がご飯食べる映像とか、白が散歩してる画像とかめっちゃ撮ってて楽しい。10R 通所とかのために買い替えたい。すごい物持ちいいんだね。私なんか破壊神なのか、なんかスマホとかも壊れ出してくるのよ。マジ意味わかんないよね。前とか一回なんか本当に画面が映らなくなって、なんか画面が勝手に点滅するみたいななって、 iPhone13 が。それは一回修理に出して画面をなんか変えてもらうみたいなしたら治ったので、今配信のスマホは iPhone13 をその使ってるんですけど、そう、結構ねバグることがね増えない。私だけ破壊神だからかな、バグることが多くて変えちゃった。グッジョブさぬきっこさん、ハートありがとう。もうゲストがいないからゲストはワン消しとこよいしょ。ああ、アラーム鳴っちゃった。じゃあもうそろそろ終わろうかな。 あ、その画面が壊れた時はね、スマホ落とした。雨の日にスマホ落として、なんかその日は別に大丈夫だったんですけど、3日後ぐらいにその画面が映らなくなる事故が起きましたね。PS16 で配信だともっと綺麗に、なんか鮮明に映りそうすぎるから、ちょ怖いから13で配信にしとく。ということで、この辺で配信を終えたいと思います。また明日とか明後日するかもしれないですので、お待ちくださいませ。配信予約ちょっと今日はギリギリに寝ちゃったからあれだったけど、みんな一日お疲れ様です。でも土曜日だったんだっけ、今日土曜日か。お休みだった方も多いのかな。楽しめましたか。私はね、明日ちょっとだけ早めの朝からお仕事があるので頑張っていきたいと思います。みんなも頑張ろうね。終わっちゃう。またね。ね、明後日会えるとか会えないとかそうだよね。14日もねライブお待ちしてます。久しぶりだから、ほんと2週間ぶりくらいですかね、に会える日が明後日なので、そちらもミニティフぜひお待ちしてます。ツーショット撮りましょう。つくねたん、ありがとう。では最後にランキングで見ます。13位からいきます。13位ななくさん、12位しなさん、11位なぽさん、10位しおりんさん、9位たくとさん、8位ブルーさん、7位あっくん、6位花お子さん、5位デサイズハートさん、4位竹まつるさん、3位やじうまさん、2位じとくさん、そして第1位大地さんでした。ありがとうございます。はい、ということで今日終わりたいと思います。なんか久しぶりになってしまってね、申し訳なかったですが、久しぶりはやっぱちょっとゲストを迎えしての配信でね、ちょっと、はい、スペシャル感じで
あ、充電あと3パー、やばい、ありがとうね。皆さんもあのお疲れなところ配信見てくれてありがとうございます。また SNS 更新したりショールームもまたしますので、会いましょう、またお会いしましょう。ではおやすみなさい、おやすみほー、バイバーイ、バイバイバーイ。